ということで私やってきました。だからこちらアヌスと岩田タンパイク箱根タンパイク登っていっちゃいましょうか。ここワインディングが本当気持ちよくて最高なんですよね。よく走りに来ちゃうんですよね。ここ福岡から頑張ってきましたが、あらバイクの方が一人だけいますね。一旦駐車場止めるか。ということでアヌスと岩田タンパイク箱根私 NSR でやってきましたよ。できましたけどバイク乗りの方一人いるな。ワンちゃん声かけてみて、僕今日一人でツーリングだったんで一緒に誘ってみたいと思います。すごいバイクもなんかすごいアドベンチャー系の。あこんにちは、すいません、今日お一人ですか。あそうですそうです。あ本当ですか。来てて、あ、今から走ってでちょっと沼津の方でご飯食べて帰ろうかなみたいな。お沼津といったら僕の彼女の黒沢ルビーちゃんがいて、あちょっと会いに行こうかなってちょうど思ってたんですよ。ハーフですかルビーちゃんって。ハーフです。名前ですね。僕キラキラネームって言われるんですけど、今日お一人っていうことはもしよかったらなんですけど一緒にツーリング行きませんか。あいいですよ。あいいですか。なんでしかもバイク女子の方ですよね。はい一応。わあすごい。今日どっかなその沼津に どこに行く予定だったんですか。餃子食べて。餃子でちょっとスイーツも食べたいとこがあって。あら一緒に行きます。いいですか。いいですよ。やった餃子好きですか。餃子めっちゃ好きです。あーじゃあ行きましょうか。じゃあ今日はちょっとゴツーリングにご一緒させていただいていいんですね。いいですよ。やったちょっと待っててくださいね。皆さんナンパ大成功しました。でもバイク女子の方でしたよ。これめちゃくちゃちょっとなんかドキがムネムネしてきましたね。じゃあちょっと今日は2人でツーリング行っちゃいましょうということでバイク女子の方と一緒にツーリングすることになりました。ちょっとバイク女子の方にもちょっといろいろ問だったりしていきましょうか。ちなみにお名前ってなんて呼んだらいいんですか。フグって言います。フグさん。はい、なんてお呼びすればいいですか。じゃあ私は猫でお願いします。猫さんバイク女子のフグさんはバイクはどうして乗り始めたんですか。子供の頃にモトクロスちょっとやってたりして。バイク経験者。そうで大人になっても乗りたいなって思って乗ってます。これでバイクに乗り始めて、そして今この車種はこれ何ですかね。これ G310GS っていう BMW なんですけどのアドベンチャーで、 R1200 とかはよく乗ってる人いるけど。あ確かにツーリングライダーの方が多いですよね。そうなんです。どっから来たんで。福岡ナンバーだそうなんですよ。私福岡からやってきたんですよ。自走ですか。そうです自走できてやば今日はちょっと箱根走ろうかなと思ってた時にまさかの、うん、バイク女子の方行っちゃったんで、うん、声かけちゃいましたよチャラいですね。いやでもまさかこう一緒に行ってくれるとは思わなくて私も一人で走る予定だったからちょっと嬉しいです。やっぱりバイク女子の方って SR400 とか乗られたら感じるんですかね。感じる。あ、風を。あ、そうそうそう、風を。風をね、風を。あ、風は感じますね。あ、やっぱり、あ、風とかね、はい、でも確かに一回友達の SR 乗ったことあるけどすごい揺れてびっくりしました。バイク女子の方はやっぱり SR 乗ると感じるみたいですよバイク女子とか関係なく関係なくだから。確かに、すいません、早速ちょっとビブラートに包めなかった質問が。オブラートに包んでくださいフグさんはちなみにどちらから来たんですか。私は東京から来ました。バイク女子で一人でツーリングっていうのもなかなか珍しいですよね、うん、私いつも一人で走ってますよ。じゃあ今日はたまたま一人同士だったから OK、うん、だったみたいな感じなんですか。 OK。 こんな寒い日にバイクで来る人ってなかなかいないですよね今日の最低気温マイナス5度らしいですけどフグさんもなかなかちょっと猛者ですよね私はワークマン着ればいつでも。てか雪がある。雪が。マジっすか。うん、雪ありました。ほんとだ、路面凍ってないかちょっと心配ですね。怖い怖い、ちょっと気をつけましょう。気をつけましょう。ほら、ほら、雪ほら見て。ほんとだ雪こんな日にバイク乗るもんじゃないんですけどね、本当は、ね、やばいやばいやばい、凍結してるかも。これちょっと心配ですね。でもなんか女の子とツーリングとかして、その黒沢さん、彼女さんは大丈夫なんですか。あーまあ大丈夫です。なんでかっていうと四六時中一緒にいるからですね。えそれはなぜかというとここです。そういうことか。本当にいるルビーちゃん。僕の彼女ですからね。ってかちょっとゆ雪これ大丈夫かな。雪やばすぎるトゥルンってなっちゃったら大変ですよ。とはいえでも真っ白なのはちょっと気持ちがいいですよ ねなかなかこんなとこ走れないから最高。ないですよね、こんな綺麗な路面で。フグさんは一人でツーリングで最高どこまで行ったことあるんですか。大阪兵庫、あでもフェリー乗ってだったら、はい、九州。九州まで。じゃあまさに僕がいる福岡県、あそこも九州なんですけど。九州いいとこですよね。いやほんとご飯が美味しいんですよね。めっちゃ何食べ
べてもどこ入っても美味しくて、そんなフグさんが今日おすすめしてくれる餃子とも静岡県のなんか秘境な沼津にあるということで、ちょっとめちゃくちゃ楽しみですね。ね、好きなお笑い芸人さんがなんかテレビでこの餃子が一番美味しいって言ってて、そんなの聞いたら行きたいじゃないですか。確かにそれ行ってみたいですね。ね、ミッチブラウン友さんが言ってましたか。あ、違います、トムブラウンね。そこも間違えてました。全部違う。服の中に詰め込むのとマフラーの中に打ち詰め込まれるのどっちがいいですか。ナンパした方、凶暴なバイク女子の方でした。じゃあちょっとここで一旦止まってみましょうか。はい、標高955メートル、景色綺麗だぞ。この人めちゃくちゃ凶暴だ。ちょっと休憩しますか。はい。できました。結構雪降ってたからできましたね。すごい、意外と綺麗な感じでできました。いやー、さっきはちょっと雪だるま作りましたけど破壊しました。ひどすぎ、本当に一生懸命作ったのに突然潰された。雪合戦もしたし、雪だるまももう作れましたね。冬大満喫でしたね。私も仲良くなれて嬉しいですよ。あら、ちょっとこれは脈ありなんじゃないでしょうか。いや、脈はないです。あ、AED を持ってってください。体外出張再動機、こちらご覧ください。ゼロ度。これはなかなか冷え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 本当に動画見てる方もね、こういう日にはねツーリングするのはやめましょう。間違いない。今日は僕も予想外、バイク女子の方も予想外だったみたいなんで、はい、さっきからバイク女子の方っていうのやめてもらっていいですか。ごめんなさい、お名前、あ、フグさんでしたね、はい、忘れてますよね。ちょっとごめんなさい、忘れちゃいました。ひどい、バイク男子の方って呼びますよ。これ確かにちょっと嫌ですね。嫌ですよね。さーらーらーらーでんじゃぞー。トップガンの影響を受けられてる方がデンジャーゾーン、リアルデンジャーゾーンですよね。いや、本当にリアル、これはガチでヤバいやつ、うん、まさか路面ここまでなってるとは思いませんでしたね。ねえ、ほんとね。ということで、ちょっとデンジャーゾーンは抜けましたよ。あ、よかった、怖かったですね。いや、ちょっと正直僕も内心結構焦りましたね。ねえ、まさか雪降ってるって思わなくて。ほんとですよね。でも逆にこう、過酷な道を通れば通るほど餃子が美味しくなるってところですよね。いや、間違いない。ハイボールと餃子食べたいけどバイクだから飲めないですね。あ、そうだ、確かに。箱根タウンバイクを抜けていきました。静岡県に入ってきましたよ。イエーイ。うわー、ルビーちゃん、今行くよ。あ、NSR だ。マジで。NSR でも雪山に向かってたけど大丈夫ですか。確かに同じ洗礼を受けるかもしれませんね。いや、本当にこんな雪の中でも攻めていく。うわやりこうだ、おら。バイク全然傾いてなくて、おら。これがね、峠の走り屋なんですよ。これでバイク女子もイチコロですよね。いや、ちょっと引きました。お、日差しも出てきましたね。あったかいですね。あったかくなってきた。ポカポカ。しかも信号がないから走ってて気持ちいい。ほんと楽ちんですよね。すごい、なにこれ。なにこれ、ドラゴンキャッスルだって。怖い、すごっ。楽しそう。フグさん、今度あそこ行ってみませんか。いいですよ。うわぁ、初日目にしてまさかのデートの確約まで。これ、回ってました。今日行けんじゃないか、これ。わぁ、すごい、景色綺麗。すごい、絶景ですね、本当に。あ、沼津まで16キロだ。あ、もうすぐで着きますね。連続で何時間ぐらい運転したことありますか。僕連続で本当17時間が最高で、移動距離が1200キロ。やば。1日で福岡から神奈川まで行ったことがあるんですよ。体痛くならなかったですか。もう最後の方は眠すぎて、太陽が一回沈んだのにまた登ってくるんですよ。あ、こんにちはみたいな。ただは途中で限界突破をするんですよね。うん、背中とお尻が痛いんですけど、もう全然もう途中からあれ、なんか急に痛くなくなったみたいな。一周して。あとはもう眠気覚ましのコーヒートイレ、コーヒートイレ。なんで一泊しなかったんですか、途中で。確かに。言われて今気づきました。いやいやいや、なんなら次の日一日寝込みましたからね。やば、頭悪い。あまりのきつさに。G31 のシート。
とう。ふわふわ。ああ、道がガタガタ。道がか、危ない。やばい、やばい、やばい。怖い、怖い、怖い、怖い。危ない。もうちょいだ。もうちょいだ。だいぶちょっと心を開いてくれてますね。お腹空いてます？そうですね、だいぶお腹空いてきて結構な街中に降りてきましたよね。ね、もうちょいで着きますよ。おお、だいぶ沼津の街にやってきましたね。ルビーちゃん、どこですか？フグさんもだいぶロンツー慣れてるんですね。はい、今日8時間ぐらいバイク乗ってます。うわー、すごい。本当ロンツーマスターですね。ロンツーしてると荷物積むのどんどん速くなってきますよね。そうですね、そうですね。ロンツーあるある。じゃあロンツーないないは何かありますか？ロンツーないない。チェーン店でご飯を食べる。ないない。あー、ない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 。やっぱりね、せっかくご当地に来たらご当地グルメをね食べたいですよね、うん、そうそう。もう食べ過ぎてこんなになりましたからね。こんな、あ、これですね。あった。おー、すごい。これです。無事到着しました。イエーイ、到着。到着しました。早速紹介していただいた餃子食べに行ってみましょう。これめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。美味しい。こんなところを教えていただいてありがとうございます。はい、お待ちどおさまでございます。温まりますね、あんな凍結してた路面の中。これは生き返るぞ。やったー。じゃあ、早速1個いただきます。これ、1個結構大きいですね。やったー。今日の今日のね、うん、中の具がレベルが違う。どうでしょう。やばい。いや、これね、本当にこの餃子美味しすぎる。一個一個がボリューミーだし、味がはっきりしててめちゃくちゃ美味しい。小籠包と餃子、うんうん、いいとこ取りみたいな感じ。あー、今まで食べたことない、うんうん、まさに路面凍結してた道路を走ってきた甲斐がありましたね。これ最高。ということで、こちらの餃子屋さんで餃子食べましたけど、正直ほんと今まで人生の中で食べた餃子の中で一番美味しかったねえ。私もそう思いました。これやばすぎる。こんなこと言うとあれだけど、爽やか、うん、もうめちゃくちゃ美味しいんだけど、ちょっと超えてきたぐらい。超えちゃった。ジャンルは違うんだけど、それでもそう言えるレベルの美味しさで、ね、いやー、こんな美味しい餃子屋さん紹介してもらったならね、フグさんには今回私がまたもっといいところにね連れてってあげたいと思います。嬉しいです。どこですか？ほから始まってるで終わるところに行くんですけど、行きましょうか。あー、 あの私ちょっとね用事を思い出したんで。用事？これで失礼します。あ、ちょっと待って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 。じゃあお疲れ様でした。あ、ちょっと待って待って待って。あれ、フグさん、待って待って、ちょ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 、あ、あれ、ちょっと、あら、あああ、しかも結構吹かされて。俺はやっぱり一人っていうことか。あ、待てよ、こちら。俺にはルビーちゃんがおったか。ルビーちゃんが彼女なんやな。もじゃ、沼津にせっかく来たし、ルビーちゃんの家行くか。ご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、 PC の方はこちらからチャンネル登録お願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこの前、今からお前ん家に行くからな。